皆さん無事だったんですね。なるほどな。あんただろう。宿屋をタダで解放させたのは。なんだね君は。無礼であろう。この方をどなたと。身一つで逃げ出してきた人も多いですし、これも国の役目だと思っています。ふん、まあいいさ。それより教えてくれ、今帝都はどうなってんだ。帝都はザーフィアスはもう人の住めない町と化しました。町のシルトブラスティアが光を発して、地震と落雷が町を襲った。ですが本当の恐怖はその後でした。シルトブラスティアの根元から光るモヤのようなものが現れて全域に広がったんです。触れた植物が巨大化して、水は毒の沼のように、地獄のような光景でした。エアルの暴走だわ。栄えある帝国の首都ザーフィアスがよもやあのようなことになろうとは。帝都全部を満たすエアル、一体どれだけの負荷を。あれはアレクセイメの仕業に違いない。奴は我々に服従を要求してきた。断るとそれなら塵になれと言いよった。アレクセイ、しかも脱出した我々にアレクセイメ親衛隊を消しかけおったんじゃ。それじゃどうやって無事にここまで来れたのかしら。フレンが食い止めてくれたのです。そのおかげで私たち避難民はここまでやってこれたんです。彼が駆けつけてくれなかったら私たちは全滅していたでしょう。さすがフレンと言いたいところだが、避難民の中に下町の連中が見当たらねえのが気になる。連中はどうなった。すみません、私は見ていない。置いていったのね、エアルが溢れている中に。我々も命からがらだったのだ。あの状況で全ての民を導くことはできなかった。仕方なかった、仕方なかった。そうかい。あ、宿屋に戻るぞ。ヨーデル殿下が。帝都は丸ごとエアルに飲み込まれたらしい。中心にいるのはおそらく。むちゃくちゃよ。つまりそれ全部エステルの負担ってことなのよ。無理やり力使わされるたびにどんだけの消耗強いられるか。ただでさえ制御が危うくなっているのに、そんな使ってたらどうなるか。もし手遅れになったりしたら、アレクセイを倒したって。その力を抑える方法ってのはないもんなのかね。ある、きっとある。でもまだ。そうそう、騎士団はどうしてんの。フレンが頑張ってるらしいがどうにもならんだろう。連中にはデインノモスもね。フェローに聞いてみるわ、まだどのくらい時間が残されているかって。ユーリー、悪い、起こしちまったか。
調子はどうだ？ごめん、また足引っ張っちゃって。デートに行くんでしょ？気にすんなって。俺たち助けてそうなったんだから。それより直すことに集中しろ。うん、でも置いてっちゃやだよ。エステル、ギルドのみんなで助けるんだから。ああ、わかってる。さあ、もう少し寝とけ。うん。繋がらないわ。エアルが乱れているせいかも。いいさ、どっちみちアレクセイの野郎をぶっ倒すだけの話だ。だろ？それだけ？ちょっと外の空気吸ってくる。カロル見ててやってくれ。ユーリ。何そんな顔してるんだよ。心配いらねえよ。そんな役回りか。一人で行くつもりですか？殿下には関係ねえよ。下町の様子が気になるからちょいと見てくるだけさ。評議会はアレクセイを正式に滞在人として告発する決定を下しました。今デイドントリデで騎士団が帝都攻略の準備を進めています。エアルが充満してんだろ。どうにもならんと思うぜ。エステリーゼはアレクセイの元にいるんですね。知って。まあ気づくか。さっきわざと話題にしなかったろ。彼女をどうするんですか？どういう意味だ？皇帝家の血筋の者は皆ある力を持っています。多くは微々たるものですが、彼女のは飛び抜けていたと聞きます。評議会が彼女を担ぎ出そうとしたのもそれが理由でしょう。なんで今そんな話するんだ？彼女の力がこの災いをもたらしているのではないですか？だったらどうする？騎士団はアレクセイを撃つだけでは済まなくなるでしょう。そんなことにはならねえよ。あなたがやるからですか？フレンが言ってました。あなたはいつも一人で重荷を受けようとすると。余計なお世話だって言っといてくれ。どうしてです？言ったろ、あんたには関係ない。その件、あなたのような人こそが持つべきなのかもしれません。それ以上何か言うとぶん殴るぞ。すみません。
決まったな。雑魚が出てきやがって。決まったな。これを…あん時、ニアの実食ったエステルの顔ったらなかったな。考えてみりゃ、お前とだけってのも久しぶりだよな。戦ってても妙に調子狂うし、なんだか疲れた。ちょっとだけ見張り頼むぜ、ラピード。後で聞いてあげる。え？一回しんどけ！うわ！崩壊じゃの。はーい。生きてる？多分。目も覚めたみたいね。よかったわ。ったく、ラピードてめえ、見張りはどうしたんだよ。この子が私たちを案内してくれたのよ。賢い子ね。そこ行くと、どっかのバカは大違い。お前ら分かってんのか？これから何しようとしてっか本当に分かってんのかよ。分かってないのは有利だよ。カロル、有利だけでなんてダメだよ。あんた一人で何するってのよ。あたしら差し置いて何ができるって言うのよ。うちらのことが不必要で、ユーリがうちらを置いていったとしても、うちらは世界中どこまでもユーリを探して。ま、要するにだ、一人でカッコつけんなってことよ。もう少し信じてみてもいいんじゃないかしら。うちらはユーリを信じとるぞ。そうだよ、仲間でしょ。参ったね。わかったよ、みんなで行こう。じゃな。うん、当然よ。そんじゃま、行ってみますか。森の出口はもうすぐそこよ。あの殿下が皇帝になれば、世の中ちょっとは良くなるのかしら。さ、そりゃどうだかな。何よ、その気のない答えは。ちょっとは期待してるのかと思ったけど。ま、でもそうだな、フレンもついてんだ。ちょっとはマシになるだろう。ちょっとだけなのね。いきなり何もかもが変わると思えるほど俺もガキじゃないんでね。ま、あんたらしいけどね。Thank you.
無茶させてもらうわ。交流レンガ次どいつだ。惚れちゃう。やけどするわよ。俺様はもう真っ黒焦げ。騎士団じゃねえか。帝都に攻め込むとこか。でも足踏みしているみたい。何かあったのかしら。そうだねえユーリー、フレンが一緒に来てくれたら心強いんじゃない。騎士団率いてるんでしょ。あたしらと来るのは無理なんじゃないの。偵察が戻り次第各小隊長を集めて。ユーリー、みんな良かった、無事だったんだな。エステリーゼ様はまだザーフィアスなんだな。ああ、今のところはまだな。そっちは何やってんだ。親衛隊がこの先に布陣している。出方を見るために送った偵察隊が戻るのを待っているんだ。隊長、今はあまり金心配ご無用。長居するつもりはねえよ。君たちも帝都に行くんだね。ああ、少しだけ二人で話がしたい。隊長、大丈夫だ、すぐ戻るよ。何か動きがあれば知らせてくれ。行こう。ヨーデル殿下から何が起きているのか、おおよその話は聞いた。エステリーゼ様の能力のこともね。万が一の場合、君は。おいおい、そうならないようにするために俺たちは行くんだぜ。わかっている。僕が言っているのは最悪の場合の話だ。俺はもう選んだんだぜ。忘れたのか。そうだったね。俺は腹をくくった。その上で望みを拾いに行くんだ。お前はどうする。ずっと考えていた。法とは何か、罪とは何か、良いものと悪いものの境は、散々考えて出てきたのははっきりした線引きはできないという分かりきった答えだけだ。法が必要だという思いは今でも変わらない。それでも君を悪だと呼ぶ気にはなれない。だからせめてこれ以上繰り返さずに済むような世の中を作りたいと思った。それなのに今またこんなことになる。なら一緒に行くか。どうせ帝都はエアルだらけで騎士団は入ることができねえはずだ。俺らとなら全員は無理でも多少はなんとかなるかもしれねえぜ。デインノモスか。正直この先どうなるかはわからねえ。だからどうするか自分で決めてくれ。僕は。失礼します。敵陣から戦闘機械の大群が出現。ものすごい数です。なんだって。まだあれだけの戦力を隠していたのか。あれを突破するのは少々骨が折れそうね。
やーさすがにきついっしょ。帝都にたどり着く頃にはこっちもボロボロよ。何も真正面から挑む必要はないだろう。パティ、どこか回り込めそうなところは見えないか。うん、どこ見ても敵だらけ。これはちょっと無理そうなのじゃ。帝都はすぐそこなのに。動き出した。向かってくるぞ。おい、砦まで撤退した方がいいんじゃないか。隊長、ユーリ、帝都に行くのはアレクセイを止めるため、エステリーゼ様を救うためだね。ああ。なら、たとえどんな結果になろうと、僕はそれが最善だと信じる。お前、行ってくれ。騎士団諸君、目の前に敵の大部隊、そしてその背後にはアレクセイが控えている。たやすい相手だとは言わない。逃げたくなるのも無理はない。しかし思い出してほしい。僕らがなすべきことを。僕らは騎士だ。その剣で市民を守る騎士だ。誰にも強制はしない。だけどもし志を同じくする者がいるなら、この一戦共に戦おう。フレイすごいや。帝国騎士団前進。行こうぜ。揃ってため息？ほっといてよ。エステルのこと決めなきゃならないものね。ああ、帝都から逃れてきた人たちの話からすると、もうもうそれ以上言うな。言わないで。ユーリはもう決めているんじゃないかしら。どうしてそんなことわかるのよ。もしかして一人で行こうとしたのは。だから私たちも決めないとね。わかってるけど。ってこった、これがあの帝都なのか。ひどいのじゃ。植物が巨大化してる。エアルの暴走のせいだね。すごい濃度。まともに食らったら一巻の終わりよ。私たちもその剣がなかったら危なかったわね。ああ、みんな離れるなよ。特におっさんは。いいいい、もうさっきからドキドキしっぱなし。勘弁してくれ。手をつなぐのはうちじゃ。もうユーリは逃がさないのじゃ。もう一人では行かねえって。見て、魔物が入り込んでる。なんで？結界は復活しているのに。警部モックンときみたく凶暴になってるみたいよ。ユーリどうしたの？ん？ああいや、行こうぜ。エステルが待ってる。ん？あの坂の先は下町があった。ヤッコさんの住む植物で覆い尽くされちゃってる。よーよー。なんだよおっさん。実際どうするつもりなんよ、エステル嬢ちゃん。の俺たちもう一連卓勝でしょ。話してみ。話しちまうと揺らいじまいそうなんだ。だからその時まで待ってくれ。覚悟を決めてるが諦めてもないってとこか。そんなところだな。お前さんらしいが、無理に抱え込むんじゃないぜ。レイブン、
似合わねえぜ。まったくよね。ガンガン行っていいかしら。負けるわけにはいかねえ。デートもこんなだし、エステルの力も解放されてる。もしかしてもう世界はダメなのかも。暗い。イタッチ、どうしてそう暗いの。何その呼び方、やめてよね。それに私はおっさんほど楽観的じゃない。おっさんだって不安がないわけじゃないぜ。本当に。でも暗くなったってしょうがねえ。俺たちはそれを止めるために頑張ってんだから、自分を信じて。で、あれ、これリタッチの1000倍特許じゃなかったっけ。そうよ、忘れてたわよ。どうせ、うわー、ムカつく。おっさんに正論解かれるなんて。さあさあ、天才魔導士少女がその調子ならまだまだ世界は大丈夫ってことよ。どっからでもかかってきな。ゲンダンエン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 ゲンダンもの足りねえな。戦略のうちよ。ゴーレッツ マックス愛してるぜ。次どいつだ。変化転送人変化転送人さらに戦略変化負けるわけにはいかねえ。このピリピリした空気、ちょっとどうにかしてほしいんだけど。下町の知り合いが心配なのも、アレクセイがムカつくのもわかるけどさ。あら、たまにはいいじゃない。どこがいいのよ。周りが不愉快になるとわかってるのに苛立ちをまき散らすのは甘えてる証拠でしょ。以前の有利だったら私たちの前では絶対に今みたいな態度は取らなかったわよ。目の前でそう冷静に分析されるとさすがに気持ちも冷めるな。後ろじゃん。
上等じゃねえか。これだ、死んだ番長が。思いついたぞ。死んだ番長が。ゴールシールドカミング。ゴールシールドカミング。ゴールシールドカミング。骨のあるやつはおらんの。悪く思うなよ。ゴールツー。やめてください。もちろん。エンゲス、エンゲス。誘惑の悪くて暮らし、我が空中へ。ゴールツー。大発展。怒りは千年たまご。ハーブコーナーつなぐ。ゴールツー。ゴールツー。残念かばん演技。負けるわけにはいかねえ。あなたにエステルを託したのね。ああ。彼が他の厄介事を引き受けてくれるから、私たちはエステル救出に専念することができる。でも、悔しいでしょうね。あいつの覚悟は、俺が持っていく。ええ。必ず、エステルを助けましょう。閉まってやがる。あそこ見て、僕なら通れるんじゃないかな。あっちに抜けて開けるんだな。よし、期待してるのじゃ。ねえ、時間がないのよ。吹っ飛ばした方が早くない？外に人がいないからって中もそうとは限らんでしょう。聞きつけられたら面倒よ。街中 AR だらけなのよ。城の中だって同じでしょ。あのアレクセイが何の備えもしてないとは思えない。カノルがやったのじゃ。やった、みんな早く。頼りになるぜ。じゃあ気ぃ締めていこうぜ。ないよ。エステルの力を使ってこんなことまでやってのけたんだわ。外の結界はエアルを閉じ込めるためだったのかもしれないわね。おっさんの心配が当たった可能性大だな。きっとお出迎えがあるぞ。悪い予感ばかり当たんのはなんでかね。悪い方向に考えるから悪いことばっか起きるのじゃ。いいこと言うわね。きっとそうだわ。おっさん、結構楽観的だと思うんだけど。今、んなこと言ってもしょうがないでしょ。気引き締めて、住めばいいのよ。ああ、悪いことに加担してるまがいもんの騎士なんて、俺たちの敵じゃねえだろ。じゃな。こんな形でお城に来ることになるなんて、なんか残念。Thank you.
って誰かいるわ。なんだ？ユーリ、ユーリか。あ、ハンクス爺さん。爺さん、みんな無事だったのか。そりゃこっちのセリフじゃ。なんで城の中になんていいんだよ。本当。それにお前らまで。は、それがそのフレンドロの命令で市民の避難を誘導していたのであ、そのふと下町の住民の姿が見えないことに気がつきまして、命令にはなかったんでありますが。出口は崩れるわ、おかしなもやは迫るわ、危ないとこじゃった。なんとか騎士殿の助けでもやのないここに逃げ込めた。命の恩人じゃよ。命令違反の罰は受けます。我々も同罪なのだ。罰も何も、俺ただのおっさんだからね。それに市民を守るのは騎士の本分しょ。ふん、よくやったな。光栄であります。死は、レイブン隊長だろ。隊長言うな、俺様はただのレイブン。はぁ、失礼しました。ただの尊敬されてるのね。ほんと、想像つかないわ。見かけによらないもんじゃの。よかったね、ユーリ。しぶとい奴らだっての忘れてた。心配するだけ無駄だったわ。なんだかユーリ、今までにないくらいにすごく嬉しそうなのじゃ。うん、そうだね。お前ら、元団長閣下を見なかったか？はっ、え、我々は見ておりません。ただ外で親衛隊の話し声で、何やら三剣のキザハシのこ。三剣のキザハシ？うちらが吹っ飛ばされた、あの高い高いあれよ。まだそこにいるってことね。煙と極悪人は高いところに登りたがるんじゃな。問題は三剣の兆しって偉い人しか入れないのよね。仕掛けがあんの。仕掛けなら僕が外す。術式ならリタがいる。大丈夫だな。じいさん、あんたらはこのままここで隠れててくれ。よかったね、ユーリー。下町の人たちがみんな無事で。ああ、これであとはアレクセイの野郎をぶっ飛ばしてエステルを助けるだけだ。おっさんの部下が初めて仕事らしい仕事をしたわね。だからもう俺様の部下じゃないっての。あいつらおっさんを見る時の目が輝いてるのじゃ。あんなに尊敬されているのに出てくるなんてひどい人ね。なんか今度はおっさんが釈然としない気持ちになったんだけど。悪く思うなよ。あっさりしすぎね。
言っていいかしら。楽勝だぜ。みんな気をつけて。気引き締めろよ。無事でよかった。ゴーレンジいたいたじゃなかったのに。とどろけ勝利の歌。腕が鳴るわね。グダグダ言ってない。月影人ガショーバヤセリアンゴーレッシュ。愛してるぜ。愛してるぜ。ヘッソンキナルヘッドゴーレッシュ。超超人ゴーレッシュ。さっと拭いてさっと拭いてさっと拭いてさっと。およよもう終わりかい。ようやく来ましたね。クリティア族。いえ、あなたは確か帝国騎士団特別諮問官クローム。要するにアレクセイの秘書殿よ。アレクセイのってことは敵。いいえ違います。少なくとも今は。引っかかる言い方だな。悪いがこっちは急いでんだ。戦うか。出なきゃ後にしてくんねえかな。他がためにあなたたちは戦うのですか。え、あの哀れな娘のためですか。哀れだとかあんたに言われる筋合いなんかない。回りくどいね。
何が言いたいのよ。あの人があなたたちに何を見たのか分かりませんが、あなたたちがあの人を止めてくれるのを願っています。意味不明、わけわかんないんだけど、アレクセイを止めてほしいってこと？さあな、まあ考えても仕方ねえ。そうね、もうこの先にエステルたちはいるのだから。のじゃ、止めるなんて生ぬるい、ぶっ倒すの。あとはぶっつけってとこかね。そういうこった。ぶっ飛ばすからね。今は戦いに集中して。愛してるぜ。愛してるぜ。ゴーレッシュ。愛してるぜ。ゴーレッシュ。愛してるぜ。よくあることじゃ。Thank you.
死ぬ気で頑張れって。ゴーレッツ。ボレボレする動きね。進撃行くよ。愛してるぜ。物足りねえな。死ぬ気で頑張れって。ピカピカに光ってるわよ。浮いてさっとけ。さっと浮いてさっとけ。バイバイ。どっからでもかかってきな。じゃあな。なんかヤバそうだわ。気引き締めろよ。勝利の味も悪くない。見てろよ、俺の剣さばき。さっと増えてさっと切る。
相手に不足はねえ。適当なところで逃げる。そうな敵ね。気引き締めろよ。天熱戦愛してるぜ。天熱戦愛してるぜ。天熱戦愛してるぜ。スパイラルフレア。やっちまった。タフだわね。メッセージ。天熱戦さっと吹いてさっと消え。調子いいじゃねえか。あっという間に全滅させる。サッと吹いてサッと消え。エンゲッチフラネッドムラ。アイスのぜハイヤーボールッチ。アイスのぜハイツタワー。アイスのぜボールッチ。解き放たれし不穏なる一瞬になる。全体の一瞬になる。ゲグラー無駄なキラリスの形状をかの者に与え、ブラッシュ。邪魔しないでよね。いい感じ。っていいかしら。本気見せるわよ。ただ気を受けよ。効果月長戦いかがかしら。風をさっと吹いてさっと風月。うっ！
あらら、ここでお別れなのね。